個人撮影ソニー製 AC プラグ特定個人撮影増印製炊飯ジャーン特定外電気用品安全法とは電気用品の安全確保について定めた日本の法律である法令番号は昭和36年法律第234号1961年11月16日交付通称は電安法 旧来の電気用品取締法が解体され、平成13年4月1日に改正施行された。製造事業者や輸入事業者の自主性を促すため、手続きを大幅に緩和することを趣旨として改正された。これに、電気事業法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律を、加え、慣例的に、電気保安4法と呼ぶ。監督官庁は、 経済産業省省務情報政策局省務流通保安グループで手続き等の実務は支部組織として経済産業局または都道府県産業部消費経済化製品安全室が担当する。電気用品の製造、輸入、販売を事業として行う場合の手続きや罰則を定めた法律である。電気用品の定義や 行政側の権限については、電気用品安全法施行令に規定されている。事業者が取るべき手続きに関する規則は、電気用品安全法施行規則によって、また電気用品が満たすべき技術的な基準は、電気用品の技術上の基準を定める省令によって、定められている。なお、いわゆる電化製品や電気部品などであっても、これらの政令や省令によって定められた、 品目以外のものは電気用品とは見なされず、この法律の適用外となる。一般家庭でよく見られる対象品目外の例としてパソコンが挙げられる。これは情報機器が電安保の対象品目となっていないためである。ただし、例えばパソコンであっても TV 放送受信機能を備えて販売されるものはテレビ受像機と解釈されて電。 安保の対象となるなど構造や用途の微妙な違いなどによっても解釈が異なる場合がある。電安保以前にその役割を果たしていた法律である。手続きが煩雑であったことなどから事業者からは改善を望む声が多かった。電気用品取締法の遠隔は電気事業法が制定されて数年後の1916年まで遡る。 上記電気用品取締法が通称産業省関係の基準、認証制度等の整理及び合理化に関する法律、第10条の規定により解体及び一部改正がなされ、2001年より電気用品安全法として改正施行された。内容としては、製造事業者や輸入事業者の手続きが緩和された一方、違反した場合の罰則強化や、 販売事業者の新たな義務が追加されている。改正が行われた要因の一つとして、電取法に対する輸入業者や諸外国メーカーなどからの批判が挙げられる。電取法の手続きは煩雑で、特に海外では指定検査機関が非常に限られていたことから、事実上の非関税障壁と捉えられていた。それを緩和しつつ、 製品の安全を水際で確保しようというのが、電安法の立法趣旨であった。また、消費生活用製品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、ガス事業法らと合わせ、いわゆる製品安全4法としての統一性を持たせる意図もあった。なお、この項に掲げる PSE マークなどの核マークについては、 著作権法第13条の第1号に該当し、著作権法第3章に規定された権利の対象とは、ならない。電取法の時代には、電気用品の製造事業を行うには品目ごとに、事業者としての登録を受ける必要があった。電案法では、事業開始後30日以内に届出をすればよいと、される。ただし品目ごとの届出が必要である点は、変わりない。 また、製造事業者とは別に、輸入事業者の枠が設けられた。これまで複雑だった、輸入品に関する義務分担を、輸入事業者へ一本化することにより、手続きの整理を図った。公主特定 PSE 落ち特定以外、PSE 事故による危険度が高いとされる品目の電気用品は、電取法では、公主電気用品とされ、 通産大臣によって指定された検査機関を通じて形式の承認を受けた上で、渦講師のマークと承認番号を表示する必要があった。電安法の下では、これらが特定電気用品と解消された。特定電気用品は、経済産業大臣に認定された検査機関へ持ち込んで適合性検査を受け、PSE マークと検査機関名を表示すればよい。また、 安全性の向上した、いくつかの公種品目については、電安法では特定以外の電気用品や対象外製品などに再分類された。公種以外の電気用品は、電取法では、オツシュ電気用品とされ、ウズオツシュのマークを表示する必要があった。しかし1995年からはこのマークを省略することとなった。これは、オツし製品が検査機関の承認を得ず、 製造事業者が自主的に適合性検査をしても良いとする規制緩和による。一方、製造事業者が第三者のチェックを受けたとアピールする目的で、検査機関に適合性検査を依頼した製品には S マークと呼ばれる記号が付与された。異常により、市場には無印のおつし製品と S マーク付きのおつし製品が流通することになった。しかしながら、 マークが存在しない場合、消費者にとっては、それがおつ種なのか対象外製品なのかを見分けることが困難であった。そこで、電安法ではこれを特定以外の電気用品と解消し、新たに E マークを表示することとなった。なお、S マーク制度は引き続き存在しており、この場合は E マークと S マークが併記される。また講師と同様、 いくつかのおつし品目に関して、電案法では対象外製品に再分類された。逆に、おつしから特定電気用品へ再分類された項目も存在する。なお電気用品へは上記に示した他に、事業者名や定格電圧、消費電力などを表示する必要がある。これらの項目は品目ごとに多少異なり、前述の技術基準によって定められている。 届出手続きが大幅に緩和、簡略化された一方で、事故発生時の追跡調査を容易にするため、電取法時代は公主のみに量産品の検査記録を保存する義務が求められていたが、電安法ではすべての電気用品へ拡張された。電安法の下では、販売事業者には販売する電気用品に PSE マークなどの正しい表示がなされているかを確認する義務が追加された。 この表示は販売事業者が独自に追記することはできない。また、販売事業者も口述の罰則を受ける対象となりうる。これらの措置によって出所不明の製品が氾濫することを抑止する。なお電案法施行後も、販売事業者は従来通り認可申請、登録申請、届出等の必要はない。 違反の内容により罰則は異なるが、デントリ法では最大で3年以下の懲役、または30万円以下の罰金であったものが、電安法では最大で1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に変更された。これに加え法人にあっては1億円以下の罰金が課せられる場合がある。またデントリ法では違反事業者に対して業務停止命令を出す場合があったが、 電安法では PSE 表示の禁止による事実上の販売停止や消費者の安全を考えての違反品、回収命令などに変更された。加えて2005年7月1日より電気用品の技術上の基準を定める省令について従来のものに加え新たな基準が施行された。これは日本独自の技術基準が海外製品に対する障壁になっていたという指摘を受け、 IEC の規格に準拠した安全基準を選択的に追加したものである。これ以降、個々の製品は第1項あるいは第2項のいずれかに準拠していれば技術基準を満足したとみなされる。これまでは日本向けの製品と海外向けの製品で設計を変更して対応していたことが多かったが、第2項が加わったことにより、 国内と海外で設計を変更せずとも共通の製品を流通させることのできる機会が大幅に増えた。電取法から電安法への移行に際し、製造、輸入、販売それぞれの事業者に対して、下記の猶予期間が設けられた。企業が急法認可製品をそのまま生産、市場に出荷するにあたって、 Q マークを PSE 表示にすぐ切り替えのできない等の事情に、鑑み、旧報表示のまま製品を製造、または輸入、販売することのできる猶予期間が設定された。猶予期間は品目ごとに異なり、およそ下記のようになっている。詳細に関しては、政令、省令を参照のこと。全項に基づき2006年より多くの電取法表示製品が、 販売禁止となったが、消費者や古物商などからの反対が相次いだ。このため2007年11月21日の法改正によって、翌12月21日の施行より、サイドデントリ法表示製品が、小取引可能となった。詳細は PSE 問題の項を参照のこと。この措置により、販売猶予7年及び10年の品目については、 事実上継続的に販売が可能となっている。これまで電、安報の対象となっていたのは、主として、商用電源を直接用いる機器に限られていたが、近年発生したリチウムイオン二次電池による事故等を受け、2007年の法改正に合わせ一部の蓄電池も規制の対象となった。体積エネルギー密度が大きなもののみが規制の対象であり、 2008年11月から施行され、2011年11月には技術基準のレベルがアップする2段階構成になっている。新規に電気用品を追加するにあたって、施行の猶予期間を設けないのは非常に珍しい例と考えられるが、当局がいかに危機感を持っているかの裏返しとも推測される。技術基準は IEC、ジス準拠であるが、 日本独自の JISC8714 が採用され、レベルアップに関しては一部が、電安保独自のものになっている。当初リチウムイオン二次電池の規制は、小安保に適正される予定であったが、製品安全部会の答申により急遽方針、転換された。ありがとうございます。